よう、クライブ。旅支度ももうすぐ終わりそうだ。俺はそろそろこの町を出るよ。本当にこのままダリミルを離れるのか。もう決めたんだ。ここを立つ前にあんたに頼みたいことがある。最後の頼みだと思って聞いてくれないか。俺にできることなら力になろう。いろいろ考えたんだが、やっぱり子供たちは連れていけない。とはいえここに残しておいても俺の仲間だったからってひどい目に遭っちまうだろう。あんたのところなら安全なはずだ。どうかあの子たちの面倒を見てやってくれないか。ああ、子供たちは隠れ家で引き取ろう。助かるよ。頼んだぜクライブ。リュバル、大変だ。なんだフェルダー、血相を変えて。ベルクロイ砂漠にエーテルだまりが出やがった。野党連合の根城が丸ごと沈んだんだよ。なんだって。野党どもはすでにアカシアになっちまってる。いずれここに押し寄せてくるぞ。アカシアは野党とは訳が違う。いつもの自警団の戦い方じゃ止められない。すぐに住民たちを避難させないと。フェルダ、お前は部下を集めろ。アカシアの襲撃に備えて今すぐ戦支度をするんだ。少しでも時間を稼げ。任せておけ。クライブ、子供たちのことはひとまず後だ。今の話を自警団と支援団に知らせてきてくれないか。避難に協力するよう頼んでほしい。わかった。俺は住民たちに呼びかける。それじゃ頼んだぜ。アカシアってなんだろうね。みんな今すぐ避難するんだ。すぐにアカシアが攻めてくるぞ。うちの店の前で騒ぎを起こす。何やら外が。なんだ、またあんたか。今度は何の用かしら、アンダーヒルさん。伝えたいことがある。ベルクロイ砂漠にエーテルだまりができた。野党連合の根城が丸ごと沈んだらしい。アカシアになった野党がここを襲うのも時間の問題だ。急いで住民たちを避難させてくれないか。その話本当なの？なんだか唐突すぎるわ。奴が外で騒いでいるのはそのことか。また俺たちを騙そうとしてるんじゃないだろうな。そんなことをしてルボルに何の得がある。ふん、逆恨みってところだろ。ベアラーだと知られなければ奴はこの町の市長になれるかもしれなかった。もはやその望みもなくなったんだ。俺たちに仕返しをしたいのかもしれない。アンダーヒルさんも結局あいつの味方なんでしょ。それならあなたのことも信用できないわ。今は探り合ってる場合じゃない。すぐにでも住民たちを避難させないと。どうか信じてくれ。嘘つきどもを信じられるか。さあ出て行ってくれ。くそ、何を言っても無駄か。兄さん、彼らを動かせないなら僕たちで何とかしないと。ああ、フェルダに相談してみよう。ベアラーが何を騒いでやがる。あんな嘘つきベアラーの言うことなんて信じない。街の雰囲気が。広場でルボルが何か騒いでないか。フェルダ、どうした？シド、自警団と支援団に知らせたが何も信じてもらえない。アカシアのこともルボルの嘘だと思い込んでる。あいつがそんなことするはずないだろうに。もう彼らを動かすのは無理だろう。住民の避難は
俺たちだけで何とかするしかない。俺もできる限り協力する。そうか、助かる。シロ、フェルダ、ここにいたのか。ビクトル、あんた町を出たはずじゃ。ルボルのやつをほっといて出ていけるかよ。それよりすぐに来てくれ、ルボルが危ないんだ。アカシアの群れがこの町に攻めてくる。奴らは容赦もなければ疲れも知らない。痛みすら感じないのかもしれない。野党どもとは訳が違う。魔物なんかよりよっぽど太刀が悪いんだ。いつもの戦い方じゃダリミルは負ける。俺の言うことは信じられないかもしれない。それでもいい。だけど最後にこれだけ頼むよ。みんな今すぐ逃げてくれ。信じるもんか、このベアラーメン。そうだ、俺たちを追い出してダリミルを自分のものにしたいんだろう。お前が出てけ。出て行け。出て行け。マジから出て行け。出て行け。頼む、話を。ほら、ほら、行けよ。出て行け。この嘘つきが。ルボル、待て。見てみろ。お願い、もうやめて。ルボルは何か悪いことしたの？ねえ、私たちはいつも高いところから町を見てた。だからよく知ってる。これまでルボルはダリミルのために働いてきたよ。コンラートさんのお店の包丁はルボルが作ったんだよね。ナターリエさんの店のテーブルだってルボルが直した。街が綺麗なのもルボルやフェルダたちが毎日掃除してるからでしょ。ルボルは朝から夜まで一生懸命に働いてるよ。町のために働いてるんだ、毎日。そうだよ、いつも笑顔でね。みんな、あの笑顔が嘘だと思う？誰か名乗り出てみろ。ルボルに助けられたことのないやつ。ルボル、お前の言うことは聞けない。待って。何が来ようと俺たちダリミルの自警団は決して逃げ出したりはしない。私たち支援団も同じ。この町を捨てたくない、絶対に。教えてくれ、アカシアとは一体どうやって戦えばいいんだ。どうすればダリミルを守れるの？二人とも。よし。いいか、みんな聞いてくれ。
まず状況を整理しておこう。エーテルだまりが出たのはベルクロイ砂漠、チェラティナという廃村だ。ちょうどその辺りに野党連合の根城があった。野党どもはすでにアカシアになって、その一部がこの町に迫ってきている。アカシアどもは戦うことに執着する。しかも統制が取れなくなって、どう動くか見当もつかない。いつもの野党相手の戦い方じゃ奴らを防ぎきれないだろう。そこで自警団の本体で北門を守り、南門には別隊を置く。さらに部隊をいくつか編成して町の巡回をさせつつ伝達要員にする。アカシアが襲ってきたらまずは彼らに伝えてくれ。みんなで連携を取って対処するんだ。コンラート、自警団本体のまとめ役を頼めるか。ああ、任せてくれ。ビクトルは伝達要員の指揮を、フェルダは部下たちと一緒に別隊として動いてくれ。やってやるぜ、ルボル。責任重大だな。ナターリエは支援団に指示を頼む。住民たちを大浴場に避難させる。その時商人の荷物を持ち込ませるなよ。金や商品より一人でも多く避難させろ。文句を言ってくる奴にはこう伝えておけ。命さえあれば金なんていつでも稼げる。何かあったら茨の接吻が全額受け持つってな。ええ、分かったわ。ルボル、俺はどう動く？あんたにしかできないことがあるさ。野党連合の根城には相当な数の野党どもが集まっていたようだ。町を襲う奴らを撃退しても根っこを潰さない限り戦いは終わらない。俺に根城を叩けということだな。危険な仕事だが頼めるか？ああ、任せろ。よろしくな、クライブ。それじゃ作戦開始だ。俺たちの力でダリミルを守り抜くぞ。支度は整ったようだ。こちらも向かうとしよう。兄さん、エーテルだまりだ。きっとあそこにアカシアが。
ようやく片付いたか。町の方も無事に住んでるといいが。ルボル、もうこの辺りにアカシアは見当たらない。町を襲ってきた奴らは倒しきったようだ。残るは根城の奴らだけだが。ルボル、し、じゃねえ、クライブが帰ってきたぞ。無事だったか。根城のアカシアは全て片付けた。ありがとよ、クライブ。大したもんだよ、礼を言うぜ。町を襲ってきたアカシアはみんなの力で倒しきった。根城に残っていたアカシアはクライブが潰してくれた。俺たちの勝ちだ。やったんだな、ダリミルを守ったのね。ルボル、すまなかった。お前はずっと町のために頑張っていたのに。ええ、私たちが間違っていた。どうか許してちょうだい。ダリミルにはお前が必要だ。この町の師匠はルボルがふさわしい。改めて俺たちを導いてくれないか。頼む、この通りだ。本当にいいのか。俺はベアラーなんだぞ。それを知った時は裏切られたと思った。だがベアラーである以前にお前はルボルだ。この町を救った男なんだ。そうかい。師匠ってのは大役だ。二つほど条件を出させてくれ。何でも言ってくれ。まずは一つ目、自警団と支援団はどんな時でも団結すること。この組織はダリミルを守っていくための肝だ。俺だけが必死になったところでこの町は守りきれない。今回のようにみんなの力が必要になる。自警団と支援団を維持するためにあんたらにはもっと頑張ってもらう。ああ、もちろんそのつもりだ。では二つ目、この町のベアラーたちを不当に扱わないこと。何も人と同じようにしろってわけじゃない。あんたたちは俺を受け入れてくれた。それはダリミルのためだ。他のベアラーたちにも同じように町を思ってる奴がいる。それを忘れないでほしい。今回の件で思い知らされたわ。大切なのは町を思う気持ちだって。条件は全て受け入れるとも。だからルボル、市長になってくれないか。仕方ねえな。それじゃ俺なりに精一杯ダリミルを引っ張ってやる。改めてよろしく頼むぜ。何が起こるか分かんねえもんだ。ベアラーの俺が師匠になっちまうなんて。クライブ、ダリミルを救ってくれた礼をしなきゃ。受け取ってくれ。ところでルボル、子供たちの件だが。ああ、すっかり忘れちまってた。町を出る必要なんてなくなったんだ。これまで通り子供たちと一緒にやっていくよ。悪いな、振り回しちまって。その方がいい。気にするな。みんなと一緒に人として生きてくれ、ルボル。ああ、そうする。本当にありがとな、クライブ。
けろ。慎重に。デザートアダマンタスが出るのは確かこの辺り、ウルドビザハイソン付近と言っていたはずだが。またな、アンブロシア。あいつがそうか。これで全て揃った。ミドのところへ戻ろう。ミド、頼まれていた材料を持ってきたぞ。それで飛空艇の模型は作れそうか。実は設計していて部品が一つ足りないことに気づいてさ。今度は何だ。小さな歯車がいるんだよ。えらく細かい作りのやつが。ブラックソーンじいちゃんに特注で作ってもらってたのに、どっかになくしちゃったみたいだ。歯車。そういえばシャーリーの天秤を直した時に使い道のない歯車があったような。ミド、歯車には心当たりがある。子供たちが持っているかもしれない。おちびたちが持ってるの。捨ててないことを祈るしかないな。私は模型作りを進めとくから、そっちは頼んだぞ、クライブ。シド、先生の様子はどうだった？大丈夫。いつものミドだったよ。今はもう新しい発明をしている。本当によかった。新しい発明だなんて、やっぱりミド先生はすごいね。僕たちも何かの役に立てるかな。ああ、そのつもりでやってきた。お前たちに歯車を探してもらいたい。前に天秤を戻したとき、歯車が余ったのを思い出してな。あれはどこへやった？それなら、ジョスランがガラクタ袋にしまってた。うん、ちょっと待ってて、すぐに取ってくる。あれから僕たち、シドに教えてもらった通りに、いろんな道具のことを勉強してるんだよ。いつかミド先生の発明が手伝えるようにってみんなで頑張ってるんだ。そうか、立派な貴公子になる日も近そうだ。ねえシド、歯車があったよ。僕たち役に立てた？もちろんだと思う。ミドにはきちんと伝えておくよ。うん、よろしくねシド。
ミドがいる間に次は何を作るか決めよう。クライブ、歯車は見つかった？ああ、子供たちが大事に取っておいてくれた。それで合ってるか？よかった、これだよ。でかしたぞ、おちびたち。結局そいつは何に使うんだ？エンタープライズが化けるための肝さ。こいつを基軸にして全ての羽を動かすんだ。さて、組むぞ。よし、できた。うまくいってくれ。やっぱ飛ばない。何、飛ばす気だったのか？ミスリル機関の応用さ。推進翼の見直しか。なかなか設計通りってわけにはいかないね。飛空艇を作るのが夢でさ。ミスリル機関はその夢の鍵なんだよ。でもそれと同時に災いの鍵でもある。これが公になれば必ず戦に使われちまう。そうなれば戦で親を亡くす子がたくさん生まれるんだ。私みたいに。ミド、だからずっと迷ってる。戦いが終わった時、ミスリル機関を残すかどうか。そうだな。エンタープライズはすごい速さで海上を滑るように走るだろう。それが空を飛んでみろ。ほら、想像するだけで胸が高鳴る。父さんは私に教えてくれた。夢がなきゃ人は生きていけないって。そうだね、悪いことばかりじゃないか。人、そうだよ、ミスリル機関は誰かの夢になって幸せを運ぶかもしれない。決めた。全部終わったらミスリル機関をゼメキスの大穴に沈めることにする。やっぱり災いの鍵は残しておいちゃいけないものだから。ミド、それでいいのか？ああ、もちろん。だってこの世界にあっていいのは夢の鍵だけ。ねえクライブ、宝探しは好きかい？ああ、ジョシアと子供の頃よくやったが。私、宝の地図を残すよ。お人よしにしか解けないような謎をかけて。あんたみたいなやつならきっとミスリル機関を夢のためだけに使ってくれるだろう。こんなワクワクは久しぶりだ。謎解きに苦しむ奴らを眺めるためにも早く神様ぶっ飛ばさないと。そうだろ、クライブ。任せろ。みんながワクワクして宝探しできるように、もっとミスリル機関を強化しなきゃ。それこそ沈める前に飛んじゃうくらいにね。だからさクライブ、
希望にすがるこんな世界じゃない。小さくても夢を持てる世界を作ってくれよ。私も協力するからさ。ああ、分かってる。でかいのが浮いてるぞ。父ちゃん、何なのよ。いや、私怖いわ。頼んだぞ。騒ぎだ。わしがダルメキア軍の参謀ハベルと知って刃を向けるか、この逆賊め。二人とも下がって。貴様は？ああ、クライブ様。俺が相手をする。ふん、一人増えたところで同じことだ。全員殺してしまえ。片付いたか。ご無事でしたか、ハベル卿。ラザフォードも怪我はないようだな。クライブ様、おかげで助かりました。こんな奴らに引けを取るとは、わしも年を取った。しかし、わしが軍の参謀と知って名を襲ってくるとは、ダルメキアも落ちたものだ。バイロンが危惧していたのはこれか。貴様がシドだな。まずは礼を言う。叔父から話を聞き馳せ参じました。どうかハベル卿、大混乱を避けるため叔父の力添えをしてはいただけませんか。
その前に一つ答えてもらおう。滞在人シド、貴様は今起きている混乱をどう見る？この混乱を生み出した原因の一端は間違いなく私にあります。私がやったことは許されることではない。ですがこうも思っています。決して間違ったことはしていないと。終末に向かって進む世界を止めるため、人が人として生きていける世界を作るため、そのために私は自分の信じた道を歩むだけです。たとえそれが世界にとって罪深きことであったとしても。腹を探ってやろうと思ったが、バイロンの言う通りの男かもしれん。今しばらくは信用してやるか。わかった、手を貸そう。アカシアどもの対策に追われていたとはいえ、状況を把握しきれていなかったのはわしの責任だ。それにダルメキアだけでなく他国も同様となれば、軍や兵に通ずる者が仕切るしかあるまい。感謝いたします、ハベル卿。貴様はどうする？私ですか？わしが兵をまとめる間にも治安は悪化していく。こちらの支度が整うまで民を導く者が必要だ。聞けば貴様は己の組織を率いているというならば、その腕を活かせると思うが。私にできることがあれば喜んで手を貸しましょう。ですが私にはまだやるべきことが残っています。それに民を導くという点で見れば、より優れたものに心当たりが。ほう、そのものを連れてくることはできるか？気難しい男ですが、おそらく。よかろう。わしはこのままバイロンの元へ向かう。貴様はその男を連れてこい。ええ、わかりました。それではクライブ様、私はハベル卿を主の屋敷へ案内してまいります。わかった、道中気をつけてな。失礼いたします。民を導くには人に愛され浸水されるほどの力を持ったものが必要だ。それならロストウィングのカンタン、奴を置いて他にいないだろう。ゴールトン農場に行って奴に話をしてみよう。入隊志願者がいるのはこの辺りだと思うが。よく聞いたよ。軍で買い付けてもいいかい？おお、ありがたい話だ。緊張するな。シド、お待ちしておりました。こちらが入隊志願者のエンバーです。エンバーと申します。今回の適正試験は俺が見ることになった。よろしく頼む。こちらこそよろしくお願いします。シドに審査していただけるなんて光栄です。石膏は危険を伴う仕事だ。なぜ志願を？ガブさんに憧れているからです。ガブに？あの人は命の恩人ですから。ガブさんは昔、今にものたれ死にしそうだった俺を助けてくれました。それも任務を着実に遂行しながらですよ。
あの時のガブさんの素早い判断や行動がすごくかっこよくって。あいつが聞いたら喜ぶだろう。憧れは時として自分を奮い立たせる武器となる。今の気持ちを忘れるな。はい、ありがとうございます。それではエンバー、適正試験の内容を説明する。この先にあるザンブレック軍の東部監視塔から東部警備配置所を入手せよ。以上だ。わかりました。他に指示はないのですか？石膏というものは目的を果たすため、その場で臨機応変に対応するものだ。お前自身の判断で適宜行動しろ。つまりそれを見るのが今回の試験ということになる。ガブはいかなる状況でも適切な対処ができる。石膏としての適性を見極めさせてもらうぞ。なるほど、わかりました。それでは行ってまいります。ではシド、審査のほどよろしくお願いします。任せておけ。さて、エンバーを追うとしよう。頼んだぞ。よっ。ここからは歩こう。オリフレム校はマダムのことを認めて。今後のためにも質のいい武器を頼みたいが。またあの魔物が出たと。町のために我々もできる限り協力する。雪月花が咲いているとすればこの辺りと思うが。ヨートが見た海沿いを当たってみよう。
どうした？今度はこいつか。調子は？ああ、行くよ、兄さん。トルガル、頼む、頼む。こっちだ、頼む、頼む。こっちだ。やっと片付いたな。見ろ、雪月花だ。やっとジルに見せてあげられるね。そうだな、ジルを迎えに隠れ家に戻ろう。さてと、僕の仕事はここまで。あとは兄さんに任せるよ。今日は嵐もない。今度こそゆっくりと花を見られるはずさ。ジル、ちょっといいか。君に見せたいものがあるんだ。構わないけど、急にどうしたの？たまには俺らしくないことをするのもいいかと思ってな。案内するよ、ついてきてくれ。月下がこんなに。見せたいものってこれだったのね。クライブ、ありがとう。近頃気を張っていただろう。息抜きにでもなればと思ってな。ジョシアも気にしていた。ジル、マヌエの丘のことを覚えてるか？ええ、もちろん。あの頃、いつも泣いていた私を見て、クライブが言ってくれたの。泣かないで、花を見に行こうって。嵐に会って、花は見られなかったけど、連れ出してくれたことが、本当に嬉しかった。泣いてる君に、気ばかり焦ってたよ。雪月花が咲くところを見て、元気になって欲しかったんだ。私がロザリアにやってきてからも、北部が揉めているって噂は耳にしていた。
代行派につくか貴族派につくか、私をどちらに嫁がせるのが得なのかって、自分がいさかいの原因だってことくらい幼い私でも分かったわ。それ以上に私自身のことは誰も見ていない。そう気づいたら悲しくて苦しくて逃げ出したかった。ジル。でもあの日あなたが来てくれた。あなただけは私を見て嵐の中でも手を引いてくれた。それだけで私は十分すぎるほど救われたの。それに、あのね、クライブ、あの日の思い出には続きがあるのよ。続き？どんな？次の日の朝、嵐の夜を越えて花が咲いた。まっすぐ上にお日様に向かって、その時分かったの。私が下を向かずにいられるのはあなたがそばにいるからだって。私はあなたのことが好きなんだって、クライブ。いつもそばにいてくれてありがとう。すべて片付いたら何がしたい、ジル？そうね。旅をしましょう。マリスゼアの外に出て、広い世界で自分にできることを一つ一つ確かめていく。そんな生き方を私はしてみたい。ああ、きっとできるさ。そのために俺たちは戦うんだ。私にできることなんてこんなものだけど。俺には真似できないよ。ありがとう、クライブ。ここへ来てよかった、本当に。大好きよ、クライブ。私の宝物。名残惜しいけど、そろそろ戻らなきゃ。そうだな。俺たちにはまだやるべきことが残ってる。ええ、行きましょう、クライブ。
宅はできてるか。どれが欲しい。よし、いい出来だ。どんな敵とも戦えるぜ。よし、いい出来だ。どんな敵とも戦えるぜ。じゃあな。